こんにちは、花クラブの宮川です。今回はリクエストへのアンサー動画です。あんこなしバラだけの花束の動画にコメントいただきました。バラだけのご注文はこれまでよりドキドキせず作れそうです。ひまわりだけの花束に苦戦しています。取り上げていただけたらありがたいですとのことでした。ひまわりだけの花束ですね。了解です。今回は2つの方法をご紹介します。それでは早速やっていきましょう。ひまわりの葉っぱはもうあんまり持たないので、極力外しておきます。全部ちょっとね、首元にあった方が可愛いのは可愛いので、ちょっとだけ残しておきますかね。もうちょっとね、葉っぱも持ったらいいんですけど、ひまわりが何が難しいって、こうくるんと回っちゃうところですかね。入れてもこう首が大きいのでフラフラして回ってしまうっていうのが難しいのと、まっすぐ上向きではないっていうことですね。今はアップライトっていう上向きのひまわりが出てきているので、私レッスンに使う時には極力アップライトを買うようにしてるんですけど、絶対買えるわけではないし、で今回ひまわりリクエストしてくださった方は多分この曲がりが難しいからリクエストくださったと思うので、あえてちょっと曲がってるのを買ってきました。やはりこう首の向きとか、花の大きさも違いますし、こう大きさ違いますよね。花の大きさも違いますし、この首の曲がり方、この角度が、一応まっすぐなるようには水揚げはしたんですけど、なので途中はそんなに曲がってないですけど、首の傾きっていうのは、そこまで矯正はしてない状態です。花を見ていってもらって、この人なんかすごい重たい人です。もうすぐに持ったら、花束組もうと思って持ったら分かると思いますけど、重さがこうかかってフラフラ首がする人ですね。そういう厄介な人を中心にしないという感じです。で、じっくり見るってことはあんまりそんなにしないですよね。取りながらこれ真ん中辺がいいかなっていう感じで見れる目ができてきたらいいですね。まっすぐっぽいのを選びます。これを中心にしますね。あんま曲がってない正面から、横から見てもこんな感じです。このぐらいの曲がり加減ですね。これを中心にします。まず1本目ですね。組み方的にはね、広げて組む、固めて組むっていう、どちらか選べます。まず広げて組みましょうか。全くバラやガーベラと一緒ですね。中心持ったらスパイラルで組んでいくので、左上から右下に茎が流れるように持ちます。持った時にね、右にちょっとこう傾くものがあるんですね。それを右側に使います。で、右なので今度本体の後ろですね。本体の後ろ側に置いて、右上から左下に茎は流れます。結構フラフラする人です、この人ね。で、組んでる時に後ろ向きになっても気にしないでください。スピーディーに組もうと思えば、最初ね、後ろ向きになってるぐらいの方が組みやすいです。じゃあ後ろ向きできますね。こうした時に後ろ向いてますけど、ずっとその前向けたまんま、組んでいくことも全然可能ですけど、こっちの方が多分早いかな。どうだろう、ちょっと一回やってみます。中心、右左に置きました。で、中心と左の間に1本、もう葉っぱがないので閉じてきますが、気にせずに乗せていってください。で、中心と右の間に1本、間って言われてもなんかくっついてきてるように見えると思いますけど、ここ見ると根元は間に入ってきてるのが、分かりますかね。間に来てるイメージで作ってください。今度外側に広げます。右向き左向きっていうのがあると思うので、表から見た時に右にこう倒れていくものを右側に使ってください。で、表から見た時に左側に倒れるものを左に使います。で、それとか倒れはしないけど、鼻首が
左を向いているものですね。鼻首がこの茎に対して左側を向いているものを左に使ってください。で今度、今幅を広げました。で、できるだけまたまっすぐっぽく、まっすぐっぽいものを中心に持ってきます。でちょっとずつ短くして、で厚みも出してきますけど、まあ、この段階でそんなに気にしなくていいです。でも表から見て右向きか左向きかは見てからあてがってください。最後にまた、短くして中心ですね。でそしてここまでできたら起こします。起こした時に、まあ、裏を向いてる状態です。こんな感じね。でそこから表に返していきます。くるんと回していくだけです。なのでこう大きく曲がってるものっていうのはこっち向きにしたからこれだけ離れてますけど、反対向きにするとえらくこうくっついてくるっていうのが分かりますよね。なのでどっち向きにつ茎をあてがっていくかっていうのがすごく大事です。こんな感じです。そしたらくくります。ステムがきちんと丸くなるようにこう茎同士がピタッとくっついてるようにくくってください。グッと引っ張って、置いて作ってもらって全然いいですよ。よいしょ。くくるとこんな感じです。しっかりと持っておいてひっくり返してこの茎の間にキッチンペーパーやステムティッシュを挟んでいきます。自分がこう理想とする角度になるまで挟んでいってください。このキッチンペーパーが挟まれることで、まあ、上がこうピタッとくっついてこなくなりますね。ここの挟み方で上の広がり方が決まります。結構葉っぱがバラと違って葉っぱがないのでしっかりと入れておいてください。そしたらここを包みます。あとは袋に入れてお水を足していつもの通りですね。今度は茎の振りを生かして最初パラレルで組んでいく方法です。まあ、中心はまっすぐそうなのを選びますね。首がちょっと曲がってるのをほぼこうまっすぐに、スパイラルじゃなくてパラレルに当てていきます。でくくらないといけないので丸っぽくはしていくんですけどパラレルですね。今度こう前に曲がってきてるタイプ、花はくっついてきます。パラレルなのでね。なのでこう高低差を高さを変えて花の位置をずらしていきます。くっつけて配列しても結構ひまわりらしく、これも一つの手かなと思います。ここまで、5本ですね。5本パラレルで来てからスパイラルになっていきます。でですがまあ、そんなに傾けないかな。
と握り手は丸っぽくちゃんと最後くくれるように丸くしながら組んでいきます。で首の振りですね、今横に広げたので扁平になってるところに花材を足してきちっと組んだ時にしっかりとくくれるように茎と茎の隣り合う茎がビシッと密着しているように組んでいきます。こんな感じです。結構あのパラレル寄りのスパイラル、若干斜めになってる部分もあるけれども、ほぼほぼパラレルっていう感じです。で、花の首の振りだけで束ねていきます。これだとね、すごく作りやすいかなと思います。足が開いていないので接点が多いわけですね。なので上がふらつかないわけです。で、くっつきすぎてるところがあったらちょっとこう高さをつけてあげると、まあ、花の密着度は変わってきます。もしくっつけたかったら寄せていけばいいわけですね、まあ、これはこれで可愛くないですか。横からですね。で正面、うん、ちょっと手が回せないけど、まあ、反対も同じ感じです。でくくりはやはりしっかりと引っ張って、一周目が大事ですね。緩まないようにグッと、さっき使った紐だからちょっと短い、よいしょ。でピシッとしっかり引いてから、まあ、置いてもらって構わないので固結びをします。下は開いていない状態ですね。で上はこんな感じで結束してもこうギュッとくっついた感じではなくって、首が曲がってるのでそれなりの広がりがあるという感じです。でこれでラッピングしてしまえば綺麗に見えますね。でもしあのこれで作ってこれで広げることも可能なわけですね。ここの中に最初やったようにおしめりを入れていけば、ここが広がれば上は広がるので、広がるの分かりますよね。あ、組み方だからこれが一番作っていきやすいかなと思います。ひまわりをどう見せたいかによって大きく広げてボリューム出したかったらそれでも構わないし、くっつけてきて配置するのもこれはこれでありかなと思います。ここをピタッと寄せると上もくっついてきますね。でもうちょっと広げたかったらおしめり入れてください。今回はひまわりに何の加工もせずに自然のまま組みましたが、曲がったひまわりの茎をストレートにする方法があります。実は別の方からもひまわりの花束でリクエストをもらっていますので、次の次ぐらいになるかなと思いますが、曲がったひまわりの首を起こして花束を作っていきます。チャンネル登録がまだの方は登録して次の動画を待っててね。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回のレッスンをお楽しみに。またねー。